やっほー、今ミーティングから帰ってきて、これから、まあ、お化粧を落としたりするんだけど、お化粧を落としながらちょっと語るみたいな、最近の心情を語るみたいなことやったことなかったので、最近めちゃくちゃお気に入りの韓国コスメがあるの。それを使ったり、あとはまあ美顔器でちょっと美肌ケアしたり、あとはとそうアナルイサのねアクセサリー新しいのがあるので、これもちょっと皆さんに紹介させてください。まずそうアナルイサの今してるのがこのバングル、じゃらん、シンプルで超可愛くない？これとあとはこの蝶々のネックレス、めちゃくちゃちっちゃいんだけど、これがワンポイントになってすごい可愛いの。あとは今アナルイサで母の日のキャンペーンをやってるので、これをママにあげようかなと思っていて、これ可愛いのよね、リングで。ママこういうの好きなので、母の日にすごい今回はいいんじゃないかなと思って、一つはママに選びました。で、今キャンペーン中で 15% オフとかやってるので、みんなよかったら母の日のプレゼントでもいいし、もちろん自分へのプレゼントでもいいし、皆さんよかったらチェックしてみてください。いつもこうやってこういうパッケージにアクセサリー一つ一つ入れてきてくれるので、すごくねこういうの重宝してます。エコに特化してるブランドでもあるので、エコダンボールできます。なのでそういうのもね、皆さん気にかけてる方多いと思うので、よかったらみんなチェックしてみてください。お化粧取ります。まずね、もうめちゃくちゃヤススタイルの韓国コスメ、食べれるものを使ったスキンケアを今なんか出しているみたいで、これがねもうすっごく気に入ったの。健康な肌のために食品を使ったそういうサプリメントとかあるけど、スキンケアってそんなないじゃん。とりあえず今手元に持ってるのがこれがイチジクなの。イチジクのクレンジングバーム、これがめちゃくちゃ良くて、あとはスクラブマスク、これもめっちゃいい、アンディにも使ってもらった。であとはまあ化粧水、超いい。であとはこれがお米のトーナー、お化粧水前に浸透力をすごい良くしてくれるやつ、めっちゃ好きで、であとは金粉が入ってるとモイストライザー、美容液、これもめっちゃ見て、このケースのすごいでしょ。で今ねもうほんと韓国コスメ使って肌の感じ全然変わって、なのでちょっとやりながら話していきます。とりあえず待って、イチジク何がいいかっていうのをみんなに言おう。イチジクはビタミン C と E を多く含んでいて、肌のトーンを明るくして肌をなだらかで柔らかくします。でも本当にそう、肌質が本当変わったなってぐらいめちゃくちゃ良くて、それでお化粧を取っていきます。これが最高。よいしょ、こんな感じで、ね、超肌滑らかになるから。よし、あ待って髪の毛、よし、じゃあなんか喋ろっか。最近やっぱ会ったこととして、はい、なうの、なんか新しいねこの感じお化粧取りながら喋るみたいな。うん、なうのオーディションだったり、うん、撮影だったり、うん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 、あったけど、うん、それをちょっと振り返ってみて、振り返ってみて、どうだった？うん、めちゃくちゃ楽しかったよね。オーディションも来てくれた方、なんかすごくみんな綺麗な方ばっかだったし、あとやっぱなんか背高い人かっこいいなと思った素直にかっけーと思った。やっぱほんと着る人によってNOWのカラーって人それぞれ違くて、みんながみんな似合ってたから、やっぱ他の人が着てくれるってあんまりさ、ほら身近ではあるけどさ、新鮮だった。早くみんないろんな人が着てくれたなんかNOWのコーデだったりとか、それが見たいなってすごい思うし、発送ももうほんとすぐだから、早く手元に届けばいいよなってすごい思う。サイズ感とかもね、見れたのは本当に良かったよね。ほうほう、なかなかね、もうスタッフ感だけで来てたってね、実際みんな違かったりするから、やっぱ本当に皆さんに来ていただいてって感じだよね。撮影はどうだった？撮影はね、もう本当大成功でした。スモデルの方、Lモデルの方、
XL 着てもらったり L 着てもらったりして、まあ雨もモデルに入ったりして、とにかくいつも大成功で終わるからウェブに載せる、載せてその公開がすごい楽しみ。いろんなプロの方に来ていただいて、そうみんながみんなね、特化したカメラはカメラの人、メイクはメイクの人で、今回はもう本当にすごいんだけど顔ピカピカな。で目元がね、じゃらんで、このビオデルマのやつでいつも綿棒で落とすと。まあ、インスタグラムの方ではね、ちょっとずつね、うん、セカンドコレクションの洋服も出てきてるから、ね、そうぜひぜひチェックしてみてくださいこんな顔ですいませんだんだん落ちてて、こんな顔ですいません。あとね、 LINE もリニューアルするの、発売日の1週間前ぐらいに。でサイズ診断とか質問とかもこうポチポチポチと押していくと答えられるようになっていって、サイズ診断大きいかなと思ってる。どのサイズ買えばいいか分かんないっていう人が多いから、それも皆さんお楽しみに。洗い流してくる、洗い流してきます。めっちゃツル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 になります。もうこれ最高で、すごい保湿してくれるから、なんかね、なんていうの、もうめちゃくちゃなんかスルスルになる。で、本当だったらスクラブやりたいんだけど、スクラブは10分ぐらい置かなきゃいけないの。なのでちょっとこれはね、でも本当にめっちゃいい。これもね、ちょっと省かせて、でもねこれもね、ジャリジャリって感じなんだけど、肌にこれを10分ぐらい置いておくと、めちゃくちゃまた肌がなんかスルンドゥルンってなる。これはまあでも本当に昨日やっちゃったんだ。1週間にね、2回、1回ぐらいでいいと思う。なんか超贅沢って感じ。で、いつもこのトーナーを最近、顔洗ったら、こう染み込ませてあげて、化粧水の前にね。で多分これはみ、こうやってやるよりかは、多分このコットンで拭き取ってあげた方が、トーナーだからいいのかなと思いつつ、いつも手でのせちゃってる。最近でやっぱ一番変化があったことというと、やっぱ会社ができたっていうことだと思うんだけど、会社を設立しましたねそれは一番だよね。個人化した理由っていうのは何があったの？まあその洋服を売るにあたって、株式会社っていうちゃんとした形で物販をしたかったのもあるし、あとやっぱり個人よりも法人の方がやっぱちゃんとして信用度だったりとかも上げたかったり、実績を会社としてつけたかったり、そうだね、まああと税金対策もあるし、そこでちゃんと開業しようと思いました。雨は大丈夫かなアンディが浸透したらこれやります。これもめちゃくちゃいいのよ。とりあえずイチジクって多分保湿力が半端ないんだと思う。めっちゃいい、マジで。会社名とかは？会社名はネクサス。Now の N のネクサスで、きっかけがずーっと本当に名前とかって本当ギリギリまで決まんなくて、その発売開始になってやっぱりもう不安とか焦りとか、これで本当にいいのか、比べられるところもないから正解とかもないし、やっぱそれでちょっとあーってなってた時に、アンディに、アミがネクサスなんだよ、アミがそのつながり、アミが真ん中に立ってのその人とのつながりなんだよって言われて、アミがネクサスなんだと思ってネクサスになりました。そのアンディの一言がなかったらね、どうなってたんだろうね。そうね、いや本当何になってたんだろう。だからもうそこからトントン拍子で登記の手続きをして、ハンコも出来上がってって感じです。そして最後にね、この
ゴールドのやつ。金粉が入ってるんだけど、これもめちゃくちゃいいです。キャビアなのこれ、めっちゃいい。もうね、毛穴がめっちゃちっちゃくなってきて本当嬉しい。ね、ママ、はい。いやでも会社が設立できて本当に事業としてこれから本当頑張っていきたいなって思って、やっぱりやらなきゃいけないことが本当に前よりも多くなってきてて、たまにくじけそうになる時とか時間が足りないって時とかもめちゃくちゃあったりするんだけど、でもすごい楽しい。本当落ち着けばねえ、みやたんとの時間もいっぱいね、一緒に遊んだりねねねねねすごいね、新米ママで CEO で YouTuber でアパレルのプロデューサー、はいなんかもうとんでもない肩書きになってきてるけど、なんか気づいたら、ね、気づいたらそんなにあるんだみたいな、なんだろう、実感というか、うん、なんかすごいことしてるなみたいな。そうそうそう、ほんと目の前にあることをやってるだけなんだけど、気づいたらそんなにいろいろあったみたいな。まあそれにみんな特化した、みんながみんなでこうみんな好きなことをやってくれて、それがみんなの支えになってて、それはすごい実感するな。なんかあみ美顔器すごいいろいろ好きでいろいろ使ってるんだけど、これもね LED ライトになるの。化粧水つける前にやった方が良かったかも。あ、もしもーし、もしもし、ん、もしもーし、他だよ、他にやるの。このね、ジェルもついてくるんだけど、これ EMS と LED ライトで、ほら、このライトすごくない？やっぱニキビ跡とか、あの LED マスクとかもよくやってるけど、やっぱライトを当てたいんだよ、アミ。なので、これもすごいいいです。EMS だから、顔も小顔になるし、スポットにこう当てれるのめちゃくちゃ良くて、まだニキビ跡消えてないとこあるんだけど、こうやって当ててあげて、これもちょっとリンク下に貼っとくので気になる人いたらチェックしてみてください。先週かな、上がったのは、うん、ナミコ姉のコラボ動画見て、ね、もう最高、いただけましたでしょうか。本当に周りからも反響がすごくて、だから定期的にやりたいなと思うけど、みんなどうですか？もう本当大好き、ミコ姉。質問もね、また違う種類の質問をしてみるかもしれない。ね、なんか気になる質問あったりしたらコメントください。あとね、なんか誰かにメイクするとかもね、楽しそうだし。ね。いろいろなんかできたらいいよね。うんうんうん。ほんと肌綺麗になったもんな。ね。超変わった。こういうの地道にやってたからかな。てか韓国コスメ最高すぎてびっくりしてるわ。ここまですごいと思わなかった。今は会社の事業としては、うん、やっぱ一番 NOW が一番にあると思うんだけど、うんうん、他にこれからやっていきたいなって思ってることとかある？ある。今考えてるのが、女性の内面的なところをサポートしていきたいなと思ってるから、セミナーとかオフ会みたいな、あとそのコミュニティみたいなやつももう一回やりたいし、もっとそのナウのお洋服を着てもらうにあたって、やっぱ自分のことも好きになってもらいたい。そうするとやっぱりナウのお洋服ももっともっと輝けると思うの。だからコンプレックスがある方とか、隠すっていうよりかも、それを受け入れて好きになって、自分のこと好きになって、自信に満ち溢れてる人、そういう内面的なサポートをできていけたらいいなってすごい思っていて、あとはなんかコンサルみたいな感じで悩んでる方とか、なんかどうしたらいいのか分かんないっていう人とか、例えばあと事業したいっていう人とかも、そういうののこう、まあ、コンサルとかアドバイスをしたりとか、なんかそういう感じで女性の内面的なところに特化していきたいなって思ってる。あと YouTube もね、一応授業の一つだと思うんだけど、うんうんうん、
YouTube も何かちょっと広げていけたらいいよね、うん、そう YouTube もまた美容ももちろんこれからねこうやってやっていくけど、まあそういうね自信の持ち方とかさ、女性のその真の強さみたいなさ、なんかまあもちろん完璧な人いないし、アミも完璧じゃないから、みんなお互いこうサポートし合えるような環境があったらいいなと思ってるから、もういろいろと女性のために何かこうしたいし、サポートしたいし、そこが一番です。もうとにかくもう本当にもう全然話変わるけど、またそのスキンケアだけど、本当肌違うの前と。最近もうずっと肌触っちゃう、この韓国コスメ使ってからなんか全然肌質違くて、なんかいろんな、やっぱ仕事柄っちゃ仕事柄かな、やっぱいろんなスキンケアを使うんだよね。でその中でやっぱ本当にいいものってマジですぐ一瞬でわかるの、めっちゃいい。見てこのテカテカやっぱ肌がいいと調子もいいよ、やっぱそのお化粧のりも良くなるし、なんかもうすごい嬉しい上がる。いやもうこれで肌ひどかったらもう超辛いもんこの間辛かったもん、10月ぐらいのシーズン。でも治ってきた。ピンから化粧してくっていうのは今まで多かったけどね、うん、逆って初めてだったかな。お化粧こうやって落としたことあんまないかも。あ、スキンケアのビデオでやってるかな、でもこうやって喋りながらあんまやんだことないもんね。新鮮です。いやそうだ、みんなに聞きたかったのが、そのまあ美容系のビデオに特化したやつを見たいっていう人が多いのか、それともやっぱこういうなんか今の心情じゃないけどこういうってまあ喋ってるビデオが好きなのか、なんか皆さんリクエストとかあったらコメントください。でそうだ、そう NOW の、新作も来月発表されるし、 LINE もリニューアルされます。で、あと NOW のお洋服が5月の頭には皆さんの手元に届くと思うので、そのキャンペーンをねやるの、インスタグラムのハッシュタグ NOW コーデで自分のセルフィー撮って、そのタグとあと NOW のインスタのタグをつけてもらうとクーポンがゲットできたりするので、でアミ全部皆さんのコーデ見るから、それでちょっとメッセージとかもしたいなって思ってるので、なんかまあちょっとそれ頭に入れといてほしいなと思います。 OK、 ではそんな感じでちょっとゆるめなビデオでした皆さんこうなってやってる人はいいねとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。アナルイさんのアクセサリー下にリンク貼っておくので、発送とかあと日本語でももう今対応してて、で発送後もちゃんと発送したよ、いついつ来るよっていう連絡が来るので、海外のサイトだけど安心して本当買えるので、みんなよかったら下にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。ぜひ皆さん母の日にもねママとお揃いとかしたり、ほんといろんなねデザインあるから、若い人でもママさん世代でもみんなつけれると思います。じゃあ次のビデオもお楽しみに。じゃあね。